鐘の音、森信子。夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る。長い間途絶えていたお寺の鐘が、今年の4月から再び鳴るようになりました。夕闇迫る午後6時、静かな山里にゴーンゴーンと鳴り響く鐘の音は、郷愁を誘い、何とも懐かしく心に染みてきます。この鐘のある美濃安国寺は、今を遡ること650年、室町時代、足利尊氏が全国の要所に建立した安国寺のうちの一つで、西美濃33霊場15番札所になっている小さな山寺です。3年前、先のご住職が救世されてからは、無住寺になり、鐘の音も途絶えていました。村の衆は、由緒ある安国寺を廃寺にはできないと、御堂や庫を清掃し、庭の手入れをして、熱心に住職を迎える働きをしてきました。その熱意が報われたのでしょう。この度、新住職を迎えることができたのです。60歳代のお坊様が各家を訪ねてくださった時の村人たちの喜びはひとしおでした。そして夕刻の鐘が鳴るようになったのです。村人たちは鐘の音を合図に野良仕事を終え、一日の無事を感謝しながら家路に着くのです。ゴーンゴーン、今日も一日の終わりを告げるように、お寺の鐘は村中を包み込んで響き渡っています。